皆様こんばんは。11月の4日午後9時59分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日木曜日の第2部の配信を行っていきたいと思いますけれども、収録時間がね、ごめんなさいね、先ほど9時40分ぐらいでしたかね、自宅の方に戻ってきまして、どのチャート分析をするのか、あとは重要ニュースをね、ちょっと読みながら、こちら第2部のね、配信の準備をしていたところでございます。ちょっと収録時間が押しておりますけれども、そこはねご了承ください。またね、これ、ね、年末に向けてね、私自身の、仕事自体もね、ちょっと忙しくなってきておりまして、ちょっと年明け前のね、まあ整理と言いましょうか、まあそういったところがちょっと忙しくなってきたので、ちょっと収録時間自体がね、日によってはかなり遅くなる可能性がありますので、そこはね、ご了承ください。申し訳ございません。ですからちょっとあれでございます、年末に向けてね、ガチめに深夜マン TV がね始まるかもしれませんので、その際は、おそらくまあ遅くともね、夜中の1時ぐらいまでには、もうお前夜中の1時寝とるわみたいなね感じになっている形には、もしかしたらなっている方もいるかもしれませんけれども、申し訳ございませんけれどもね、そこはご了承いただければ嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。で、まずは、サカサカいきましょうかね。まずは、ビットゲットさんの KCGI のね、ご案内、今日のね第1部の配信で言いましたけれども、一応ね、エントリー期間が終了いたしまして、もう今大会に本格的に入っていると。で、一応大会期間のね、カウントダウンがあと15日と12時間で、一応ね、大会期間が終了するということなので、ここはね、まだまだ大会の、期間が長い、11月の20日まででございましょうか。ですからまだ熾烈なね、戦いが行われていくということで、私もなんとか頑張っておりますけれども、今マイナス、私の収益自体はプラスなんでございますけれども、一応ね、3000ドルプラスで一応ノーポジにしておりました。で、リップルを入っております。今、収益自体が、今、プラス2000ドルですね。ですから、3000ドルプラスまで行ったんですけど、今1000ドルマイナスぐらいになっていると。どこで入ったのか、ビットマン TV と、あちらでございます。4時間足レベルで、見ていった場合の、高値を結んだラインをね、上にブレイクしていったので、そこからの勝ち上げを期待してね、4時間足レベルで足をつけていっていたので、ロングインを 1.22 ドルでロングインをしております。んで、今 1.2 ドルぐらいでございましょうから、で、枚数は4万枚ですかね。4万枚を仕込んでいる形になっておりますので、ちょっと ごめんなさい、あちら、スウェル、スウェルに向けてね、ちょっとガチめにガチで気合入れて上昇してほしいなと。で、スウェルの方が11月の9日と10日でございますので、なんとかね、どうでございましょう、9日10日ってことは来週の火水あたりでございましょう。ですから今週末あたりにね、ちょっと気張って、スウェルに向けて期待上げをね、ちょっとしていってほしいなというところでございますけれども、一応毎年の傾向としたら、スウェルの直前まではね、ある程度上がっていく、そしてスウェルの期間中、スウェル中は、なんか知らないけど落ちていくっていうわけのわかんないね状況になるわけでございます。ですけど今年がどうなるかは分かりませんけれども、一応ね毎年の、例に従って、私自身もちょっと期待上げをね、それこそ期待をして、仕込んでいるところ 1.22 ドルで仕込んでいるような状況になっておりますので、なるべくならね、もう本当にもうね、もう何でございましょうか、もう1ドル2ドルぐらいバチンってねぶち上がってくんねえかなとかね、本当に思っている次第、はい、思っている次第でございます。ただ、このラインを割れたらまずいなっていうところがあるんでございますけれども、そこをね後でチャート分析で見ていきましょう。よろしくお願いいたします。で、一応ね、こちら私のチームの方が、ここはね、何遍も申し上げても、申し上げるんでございますけれども、こちらでございますね、B という風に入れていただければ、208名の方がね、私、戦友として、チームの方に加わっていただいております。本当にありがとうございます。で、収益の方がゼロっていう風に出てるんですけど、これは、あちら、チーム全体のね、総収益がおそらくマイナスになっているので、収益自体がおそらくゼロという状態になっていると思います。ですから、全然取引をしていないのみんなっていうふうにね、思う方がいるかもしれませんけども、そういったわけではなくて、チーム全体の収益がプラスになってくればね、ここがプラスに上がってくるということでございますので、ここはね、よろしくお願いいたします。そして、はい、インフルエンサーボーナスの方ですよね、ありましたけれども、一応運営の方に確認をいたしておりまして、私、ビットマン TV 日本で一番ね、戦友の方が多いチームになっております。なんとしてでも、ね
ね、ここは、うん、ゲットしていきたい。やっぱり世界にね、ビットマン TV という名前を知らしめていきたい次第でございますので、ここはね、ゼガヒでも、ゼガヒでも欲しいところでございます。はい。ですから一応ね、大会が、どうでございましょう。落ち着いて終わってからかな、なんか集計を取って、発表しますよ、みたいな感じにおそらくなっているんじゃないかというふうに、まあ、思っております。運営の方の方も、そういうの形で言っておりましたので、ちょっとね、ここがどうなっていくのか。まあ、ほら、今、世界の、あちらでございますよ。前はほら、英語圏とかね、韓国圏とか、日本圏というのがありましたけれども、そこがちょっと消えている状況なので、これどうなっているのかなという感じなんでございますけれども、まあ、そこをね、まあ、私自身も期待をして、うん、まあ、見ていきたいと、連絡待ちをしていきたいというところでございますので、よろしくお願いいたします。はい。とにかく KCG のご案内でございました。そして、行きましょう。はい。本日の重要ニュースなんでございますけれども、おみつまんグローブ様、重要ニュースはおみつまんグローブ様ございます。そしてチャート分析がビットコイン、イーサリアム、そしてリップルですね、リップル、そしてテゾス、そしてクワントを見ていきましょう。そしてシータを見ていきましょう、シータ、うん、そして最後締めくるのはガラで見ていきたいと思いますので、ぜひとも皆様、私ビットマン TV があまり好きではない木曜日の第2部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグお願いいたします。行きましょう、行っちゃいましょう。まずはお一つ目、こちらポチッとな、行きます、行っちゃいます。はい。高騰するソラナと、うん、さらに倍になる可能性があるんじゃないかというね、話が上がってきております。行きましょう。はい。イーサリアムキラーの一角として知られるソラナの勢いが止まらないと。で、ソラナは時価総額ランキングで、体の、まあ、エーダコインとね、テザーを抜いて4位に浮上していますと。で、ディファイ・イーラマによると、いいですか？分散型金融、つまりディファイでございますよね。ディファイにおける、ソラナの預かり資産 TVL。これは、11月3日に過去最高の145億ドルをね、記録したということでございます。うん。そして、10月末には、うん、ソラナを使ったディファイや、あとは NFT などの新しいアプリ開発力を競ったハッカソンが終了し、うん、来週には、ポルトガルのリスボンでね、ソラナのカンファレンス、ブレイクポイントが開催される。これは初のカンファレンスらしいので、11月7日、うん、7日にあるらしいでございますので、またここに向けてね、注目度が増して上がってくる可能性もありますよと。そして、ソラナは、3日に、過去最高値をね、更新いたしまして、250ドルの大台に迫っていると。で、本ページでは、クラーキンインテリジェンスの分析をもとに、ソラナの現状と、今後についてね、分析をいたしますということでございますね。で、私が皆様にね、ご案内した時はソラナ、どれぐらいでございましょうか？結構低い金額だったと思うんですよね。うん。あちら。私のチャンネルの再生リストの中に、新通貨のご紹介っていうのがあると思うんですけど、そこでソルを扱っておりました。うん、ですからかなり前になると思いますけれども、いつぐらいでしたかね、うん、ちょっとごめんなさい。ドルベースでも金額忘れちゃったんですけど、そこからはね、かなり、うん、爆上がりをしているような状況になっておりますので、まあ皆様にね、本当に紹介しておいてよかったなという感じがいたしております。やっぱりソルは、ディファイ銘柄のエースということでね、私が皆様にご紹介をしておりました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。そして行きましょう。10月の NFT 市場全体は、うん、過去2、3ヶ月と比べて低調だったが、ソラナ系の NFT にはね、勢いがあったということでございます。はい。で、ソラナの NFT マーケットプレイスであるソラナートでは、うん、1日あたりの取引高が14万5000ソルをね、記録したということですね。で、またソラナモンキービジネスという NFT コレクションの、うん、一つの作品がソラナ史上最高額となる1万3027ソルで売却をされたということでございますね。で、同じくソラナ基盤の、うん、NFT コレクションである、ディゴッズでいいんですか？ディゴッズでいいんですかね？ディゴッズ。ごめんなさい。これディゴッズでいいんですか？の1万点が数分で総額470万ドルで、まあ5億円以上ですよね。売却をされておりますよということでございます。で、上から下行きましょう。で、今後、ディファイや NFT の分野で、ソラナがどこまでイーサリアムのね、シェアを取れるかが注目をされると、もうとにかくイーサリアムキラーという筆頭の銘柄としても意識はされているんじゃないかなというふうに思っておりますよ。で、行きましょう。500ドルも視野かと、何ということでございます。何ということでございます。皆様、来ました。行きます。過去最高値を更新して、うん、時価総額ランキングトップ5の仲間入りをしたソラナだが、テクニカル的には価格発見の波の第3波目にあるということでございますね。プライスディスカバリーの第3波目というところにあると。で、1週間足のチャートによると、過去18ヶ月でね、形成された上昇型ウェッジ、はい、上昇ウェッジということでございます。ウェッジにおいて、上の方のレジスタンス突破にトライするかもしれないと。で、9月にも一度トライしたんでございますけれども、同レジスタンスは、まあ上でございますよね。はい。同レジスタンスには跳ね返されていたということでございますね。で、もし突破すれば、ソラナは早ければ来月、
遅くとも2022年第1四半期に400ドルから500ドルまで上昇をするね、可能性が出てくるということでございますね。で、一方、もし失敗して下落すれば、まあ、基本的にこれ何遍も言ってるんですけど、上昇チャンネルっていうのは、あ、ごめんなさい、上昇ウェッジね、ウェッジ、あの、先細りのやつっていうのは、基本的には下に割れていくことっていうのが多いんでございますよ。ただ、上に抜ければそれぐらい力強さがね、出てくるということでございます。で、読みましょうか。もし失敗して、下割れして下落をしてくれば、ウェッジの下のサポート付近である、120ドルまで下がるかもしれないということでございますね。まあ、ここが、一応長い目線で見た場合の、ソラナ、500ドルも視野に入っていくんじゃないかというふうにね、まあ、この方、は申し上げておりますけれども、とにかく一応ね256ドル付近が、フェーズ的に言うとフィボナッチエクステンションの1ラインでございますから、まあ細かくね利確はやっぱりどうでございましょう、超長期保有目的で持っておこうかなという方はいいと思うんでございますけれども、ある程度中期、スイングレベルで持っておこうかなという方がいるんであれば、何ヶ月間レベルかで持っておこうかなという方がいるんであれば、やっぱりね利確はきちんとね、しておくべき。そしてそれをまだ金額が上がっていないものにね振り分けていくっていうのは、資産を雪だるま式にね、大きくしてやっぱり、コツというか、まあ、当たり前に分かることなんですけれども、それがやっぱりできない方が上がってくると、やっぱり期待感がね、込められてきますから、それはしょうがないと思うんですけれども、やっぱりある一定のところで、やっぱり利確っていうのはね意識はしておかないといけないと思いますから、まあこのね500ドルっていうのが視野に入っているかもなっていうのがあるんでございますけれども、ここに関してはね、まあ、100% の期待感を寄せるのもちょっと怖いところではありますから、 OK でございますか。だからちょっとは残しておくっていう分にはいいと思いますけども、まあ利確をして上がっていない通貨にガーッと回していくとかね、そういったところもちょっとは意識しておくべきかなというふうには思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちら、イーサリアム様の話題が、クイーン様の話題が上がってきております。皆様よろしくお願いいたします。行きましょう。イーサリアムが年末までに90万円に跳ね上がるんじゃないかというね、ニュースがゴールドマンサックスが予想をしているということで上がってきておりました。行きましょう。はい、ゴールドマンサックスは最近の調査レポートで、はい、イーサリアムの価格がね年末までの約2ヶ月間で8000ドルにまで上昇するだろうと予測をしておりますと。で、またイーサリアムはビットコインと同様にインフレーションに対するヘッジとなるだろうというふうに強調したということですね。で、上から下に、はい、年末が近づくにつれて、もう年末相場ですよ皆様、もう分かりますよね。2021年ももう佳境、やっぱりね、今年仮想通貨業界に入った方ももうあっという間にね今年1年が本当に終わったかなと思います。やっぱりこのね仮想通貨業界の荒波に揉まれていくっていうのは、それぐらい時間をね感じる感覚っていうのがものすごく早く感じると思いますけれども、まあそれはね、香ばしい毎日を過ごせているんじゃないかなという感じが私はしておりますよ。ですからまあね、年末に向けてどういった相場感になっていくのか、まあ年末相場って言われるやつでございますけれども、もうそこにはね当然、突入はしておりますので、こっから先のねビットコイン様、クイーン様の上昇にはね本当に期待をねしていきたいところでございますですけれども、来年の初旬も別に期待感が持てないというわけではないので、来年にかけてねぐん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 、そして次の半減期2024年考えていたらあという間に多分ね来ると思いますので、ここはまたね期待感を寄せていきたい。やっぱり皆様のね資産が増えるようにね、やっぱり私もこちら、配信をねとにかく魂を込めてやっていきたいと思いますし、新通貨のご紹介でもね新しい通貨をちょっと探してね皆様にもご案内いたしたいですし、今年の年が明ける前までには、ビットマン TV ボリューム3のね期待の新通貨の配信もね行っていきたいと思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。で、続き読んでいきましょう。はい、年末が近づくにつれて、いくつかの有力なねデジタル資産の価格がどうなるかについて、著名な企業の予測が出始めておると。で、最近の例が10月31日ゴールドマンサックスのベルンハルト・リメルカ氏の分析調査報告書であるということですね。で、同氏のリポートによると、イーサリアムはね、同社にとってインフレに対抗する確かなヘッジとして貢献しており、その価格は年末までに8000ドルに達するとね見込んでおりますということですね。で、仮想通貨は2019年以来、ブレイクイーブンインフレ率で取引される傾向にあり、それによって市場におけるデジタル資産価格がね高めに押し上げられておりますということでございますね。で、同社の分析リポートは、仮想通貨コミュニティの中でね長年信じられてきたことと一致しまして、インフレーションが高まるとデジタル通貨の価格は上昇をしていきます。で、多くのアナリストはインフレに対するヘッジとなる好ましい資産としてビットコインを取り上げてきましたと。しかしリメルカ氏はね、ごめんなさい、イーサリアムを新たなインフレヘッジとして見ておりますということでございますね。で、インフレが仮想通貨のね価格上昇を後押ししていると。いきましょう。最近インフレ予想が急激に高まっておりますと。で、リメルカ氏はその影響を受けてイーサリアムの価格もね急上昇する可能性を指摘しています。はい、イーサリアムの価格は11月2日、4500ドルの新高値を記録しましたと。
ゴールドマン、サックスのチャート分析によると、仮想通貨は全体としてね、衰退するか、それとも加速的な価格上昇のスタート点に立っているか、いずれかの状況にあるとしています。もう、とにかく境目の場所に今いるんだよってことを多分言いたいんでございましょうね。しかしいいですか？ゴールドマンは、世界の主要な中央銀行は、インフレ率が急上昇し続けることはないだろうと、注意喚起もしておりますということですね。で、また、JP モルガンも最近、インフレーションが仮想通貨市場をね、前進させて、投資家は急激な、価格上昇に対するヘッジとして、金よりもむしろビットコインを保有することになるだろうと見ていますと。で、JP モルガンの予測は、13万ドルまでビットコインが行くんじゃないかみたいな予測をね、立てておりましたね、おそらく。JP モルガン自体は13万ドル付近が、ビットコインが目指すべきラインだというふうに言っておりました。で、行きましょう。多くの機関投資家は、このような主張には本来極めてね、懐疑的であり、ビットコインやイーサリアムのような仮想通貨は、金融ポートフォリオに含めるには、あまりにもボラティリティが高いと見ております。ということでございますね。まあ、こういった形で、でも、ゴールドマンサックスというね、ものすごく、メガ金融企業、が、まあ、こういった風にね、イーサリアムが8000ドルまで上昇していくんじゃないかという予測。この予測を出すこと自体がやっぱり重要だと思います。これはなんでかって言いますと、人々の意識がやっぱりそこの値打ちに行きますからね。あ、やっぱり上がっていくんだっていう期待感もね、込められて、落ちてきた時の押し目、まあ、いわゆる、落ちてきた時の買い意欲に逆に繋がっていきますから、ここはね、意外とこういう予測を大きな企業が出すっていうのはものすごく重要なこと。だってこれ、軒並みいろんな企業がね、落ちてくる、落ちてくる、落ちてくるという予測を出すと、やっぱり人々の心理っていうのはそっちに向かっていっちゃいますから、やっぱり落ちてきた時にやっぱりそうかと言って、逆に上がってきた時にも売りを入れていこうみたいな感じでね、思う方もいるんじゃないかなというふうに思いますので、こういった予測はね、はっきり言いますけども、すぐ価格に影響はないかもしれませんけど、やっぱり後々を考えるとものすごくね、やっぱりいいニュースとしては捉えられると思いますので、ここはやっぱり要チェックをねしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、そして今日の最後の重要ニュースいきましょう。3つ目ですね。まあ全体的な市場動向的な感じが多いですね、今日のニュースはね。いきます。はい、市場ごめんなさいね。市場動向、ビットコインがテーパリング開始発表で、昨日 FOMC があって、まあそのテーパリングが開始されるっていうのは、まあ織り込み済みだった感じもいたしますもんね。だからそこまで、大きな下落にはつながっていかなかったんじゃないかなっていう感じ。これは、この前のね FOMC で、あちら、パウエル議長が、パウジーさんがね、一応布石は置いていたのが、逆に言うとこうを奏したみたいなかね、あの感じがしておりますけれども、まあ行きましょうか。テーパリング開始発表で、一応まあ不安定な動きをまだ見せているということですね。取引高も減少していますよと。で、上から下に、はい、ビットコインは3日、FRB が月額1200億ドルの債券購入の縮小、いわゆるねテーパリングの計画を発表したことに反応をしまして、不安定な動きと値動きとなったということですね。で、 FRB が金融刺激策の一環としてね、行った、前例のない大規模な債券購入、いわゆる量的緩和は、リスクが高いと考えられていた暗号資産のような、資産には追い風となったということですね。ですけどもテーパリングによる流動性の低下は、暗号資産などへの投資のね減少につながる可能性があるということでございますね。はい。で、FOMC、まあ、昨日ありましたよね、の定例会合終了後、ビットコインは、約 5% 下落したが、6万ドルのサポートレベル付近ですぐに反発をしましたと。で、アナリストは強気姿勢を維持しているが、取引高の減少を価格の上昇の勢いがね鈍っているサインと見る向きもあるということでございますね。で、上から下に、はい、最新価格という形でこういった風に載っております。で、上から下に行きましょうかね。ビットコインの、現物、いわゆるスポット市場の取引高は、過去1ヶ月間の価格上昇にもかかわらず減少しておりますと。で、アーケンリサーチのデータによると、取引高の7日間平均は前週から10億ドル近く減少している。だが、いいですか、一部のアナリストとは、ビットコインが年末に向けて上昇した場合、取引高はね増えると予想しておりますということですね。まあまあ、そうですよね、上昇していけば、まあ取引高は当然増えていくんじゃないかなという感じで、ビットコインは、10月20日に史上最高値を更新して以来、取引高が、大幅に減少しているが、再び史上最高値に挑戦することになれば、まあ6万7千ドルというところでございましょうかね。取引高はかなり増えるはずだというふうにこの方はね申し上げております。で、いきコインベースでも、過去1週間の取引は比較的緩やかで静かで、ビットコインはね総取引高の 21% だったと。だが同社はビットコインが停滞する中、アルトコインの、取引が活発になっていると指摘したと。で、行きましょう。イーサリアムの取引高は 18.51、
8% に増加をし、シバコインを3位に追いやったということでございますね。で、この状況が勢いを増せば、年末に向けてイーサリアムが再びビットコインの取引高をね、上回る可能性もあるというふうに、まあ申し上げておりますということでございますね。まあ、一旦はちょっと抜いていきましたもんね。イーサリアムがビットコインの取引高。で、イーサリアムは、あちら時価総額がビットコインを抜くんじゃないか、抜くんじゃないかってずっというふうに言われ続けておりますから、ワンチャンね、本当にね、どうでございましょう。イーサリアムが1万ドル付近まで行けば、時価総額も抜くような形になるんですかね。まあ、1万あたりの金額が当然それは抜くのは難しいかもしれませんけど、時価総額自体が抜くってことは、これはかなりね、大きなニュースになると思いますからね。そこに対してもやっぱりイーサリアムっていうのは期待をしていきたいところ。まあ、キング様にね、とにかくでも頑張ってほしいは欲しいところでございますね。で、ここで芝のちょっとほら話が出てきてたんですけど、どこでしたか？クラーケンでしたかね。で、芝の取り扱いを行うどうのこうのっていう話があったんですけど、あれ、芝の取り扱いが行われてないんでしょ？まだ。上場していないということで、芝の下落が今起こっているんじゃないかなというふうに思っておりますから、ここはね、ちょっと注意を、この流れの中で言っておきますけれども、一応ね、お耳の奥に、パチリと収納しておいてください。芝は上場していないという形でね、意識しておいてもいいんじゃないかなという感じがいたしております。はい。で、でもコミュニティ自体はかなり強いらしいのでね、今後の、期待、感はね、持っていきたいところでございます。どこだったかな？どこでしたか？ロビンフッド、クラーケン、どっちかでしたよね。なんか、ツイッターでいいねを2000以上集めたら、なんか上場させるみたいな話がありましたけれども、あの話がまだ現実になっていないらしいので、ちょっとそこが気になるところでございますよね。で、行きましょう、行きましょう。というふうに、ごめんなさいね。コインベースは機関投資家向けニュースレターに書いていると。で、上から下に。はい。これ、クラーケン書いてますね。ちょうどね。はい。アルトコインの状況ということです。イーサリアムのガス代高騰で、レイヤー2人気高まると。イーサリアムの平均手数料は、6月下旬から 2300% 上昇し、現在は56度 になってると。もう高いんですよ。とにかくね。で、そのため、投資家の関心はね、より高速で安い、取引を実現するレイヤー2プロダクト。およびライバルのブロックチェーン、いわゆるイーサリアムキラーにね、向かっているようだと。で、コイン月光でいいんですかね、によると、ソラナは234ドルで取引。で、過去24時間で 13% 上昇し、エーダを抜いて、時価総額第5位の、暗号資産になったと。で、また、ドットもね、3日 53.37 ドルの史上最高値を記録したと。で、ドットに関しては、オークションがあるんですよね。なんかスロットのオークションがあるみたいな感じで、そこも注目をされているんじゃないかなという形がしておりますよ。で、あとはクラーケンでしたね。柴犬コインを上場せずと。いきますよ。暗号資産取引所、クラーケンは1日。2000件のいいねを獲得すれば、2日に柴犬コインを上場するとツイートしたと。だが、当記事のね、執筆時点で、いいねは7万7千を超えているにもかかわらず、まだ柴犬トークンはね、クラーケンで取引できないと。で、この対応のね、不備に対して、あるユーザーは、こうね、You have lost me as lifetime customer now というふうにツイートしたということでございますね。で、こういった形でまだ柴犬がね、上場されていない。まあ、されてくればね、ぐっともしかしたら上がってくる可能性が、今ちょっと下落をしておりますのでね、ちょっとここは期待感を持っていきたいところでございますけれども、こういった形で、まあ、ビットコインの出来高が、ちょっとね、減ってきている、取引高も減ってきているということで、ちょっとね、史上最高値、を向けて、そこを超えていけば、ガンとね、急上昇してくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここは期待感をね、寄せていきたいところでございます。はい、それでは、本日の重要ニュース、おみつマングローブ様、以上となります。そして行きましょう、行きましょう。本日の、チャート分析、パパプー、パパプー、パパプー、お願いいたします、お願いいたします、いきます、いっちゃいます。まずはお一つ目、こちら頑張ってくれ。おっと、ちょっと上がってきましたよ。いきます。はい、まずはビッツコイン様なんでございますけれども、はい、ただいまの価格が 61,923 ドル、はい、日本円で言うと705万円とか、そのあたり703から5万円あたりをねつけているような形になっております。で、まあビットコインね、マックディさん、あ、冷やしからまずは見ていきましょうかね。やっぱり全体を司るものすごく重要なものでございますから、見ていきたいんですけど、ちょっとね嫌な感じ。何かマックディ線を見てください。はい、冷やしレベルのマックディ線が右下がりの状況になっておりますので、ちょっとね、弱気的な、まあ、下落基調の相場が今、続いて、おりますよという感じ。来ておりますよということはね、このマック D 線から見ていけるでしょうということでございますね。で、こっから、まあ、なんとかね、今の値位置をサポートとして上にガンと反発はしてきてほしいんですけれども、ここは細かく4時間を見ていきましょうか。ちょっと雲も表示しておきましょうかね。はい。こういった形。はい。4時間足レベルでいくと、ちょっと嫌な感じ。何か、わかりますよね。ここでございます。あ、ちょっとごめんなさいね。かなりずれましたね。ちょっとずれてしまいました。ちょっと待ってね、修正しておきましょうか。はい、こうですね。ちょっと後で修正、あ、いいですかね、こういう形。ちょっと荒いですけどごめんなさいね。はい、
ひげまで加味したところまで伸ばしておきましょう。はい。こういった形ですね。ってなると、ごめんなさいね。4時間足レベルで見ていくならば、こういった形ですね。いいですか？まずは、この、ずっとね、抜けられなかった高値を結んだラインをね、突破してきました。はい。ですから、これが2日ということでございますね。で、ここ、金額的に行くと、$64,300 ぐらいをつけていってからの、弱含みが入って今、ずるっとね、落ちてきています。で、昨日の FOMC があった流れでね、ここ、ちょっとこの金額がね、落ちてきているんでございますけれども、もう一回ね、ごめんなさいね、高値を結んだラインを下に割れ込んでしまったんですよ。そして、もう一個、あまり良くないのが、この、直近でのね、上昇チャンネル。はい、ここでございます。直近の上昇チャンネル、こういう形でね描かれておりました。うん、こういった直近の上昇チャンネルを、いいですか、結構ここもレジスタンスとして聞いております。上に抜けてから史上最高値をつけていったんですけど、この直近の上昇チャンネルをもう一回ね、レジスタンス、もともとレジスタンスラインであった場所を下に割れ込んでしまっているんですよ。ですからもう一回ね、これね、上をチャレンジしているついているんですけど、もう一回ここの値打ち、やっぱりドルベースでいくと$62,100付近をもう一回抜けていけばね、強さがやっぱり取り戻されていくんじゃないかなというふうな感じがしております。そこまではやっぱり頭をついてね、戻りでの売りがかかってきて、今ずるっとずるっとね、ちょっと弱含みも入りながら落ちてきているんじゃないかなという感じがね、やっぱりしておりますし、マックD線もデッドクロスをね、起こして下向きになっておりますので、ちょっとやっぱりね、弱気相場が、来る可能性がちょっと調整レベルでありますので、そこはね注意をしておきましょう。ですから今はね、まずとにかく嫌な感じで、どっちかっていうと今はマックD線の様相とかを見るならば、このいいですか、下に落ちてくる、つまり$60,600付近までの下落はね、やっぱり想定をしておくべきかなという感じのフェーズが今訪れておりますので、そこは本当にね注意をしておいてください。よろしくお願いしますよ。$606,600というのは OK ですか。ここは三尊をね作っていたんでございます。はい、こういった形、はい、三尊を形成していてからのネックラインになりますから、このラインがあらかたねサポートとしてはバチンバチンと、バチンバチンとね、まあ効いている形になっておりますので、$60,600っていうのが、まあ$60,000付近って言っておいてもいいかなと思いますけども、まあ$60,000というところがね、一つ、支えとなる可能性がありますので、ここは期待をしていきたいところ。で、あともう一個がこれ。あのね、1時間足レベルでの長期の移動平均線が今の値打ちをね、なんとか支えているんですよ。ここ見ていただくと分かるように、結構意識されているなーっていうね、印象がありますよね。1時間足レベルのこの長期の移動平均線が支えとして意識されていますので、このラインを、つまりドルベースでいくと、61,400、ちょっとこの片値見ていきましょうか。まあ、$61,000ですかね。61,300。ですから、この、1時間足レベルの長期の移動平均線をやっぱり割れ込んでね、ヒゲをつけていますので、この下側でやっぱりロース回収を確定してしまうと、つまりちょっとごめんなさいね、細かいこと言いますけれども、$61,400以下でロース回収をやっぱりつけてしまうと、ずるっと$60,000前半、$65,000ぐらいまでの落ちはね、発生してくる可能性がありますので、ここは注意をねしておかないといけないところでございます。 OK ですか。ですからとにかくいいです。今は、ここ、やっぱり戻り高値でのショートを打つ方もいれば、いればというか、いる方が多いのかなと。逆に、ここね、抜けていけば、$62,100付近を上にブレイクしてくれば、ロングチャンスの場所、とまたなりますのでね、上をグッと、グッと、狙っていってほしい次第でございますけど、そこにね、期待感を寄せられるような、値打ちになるんじゃないかなというふうに思いますので、もし気になる方はね、短期並びに FX で、$62,100付近を、足をちゃんとつけていってから、まあ、4時間足レベルがいいと思います。4時間足レベルで、きちんとね、足をつけていってから、ロングインをしていくのがね、いいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここは期待感をね、寄せていきたいところでございます。OK ですか？ですから、ロンガーの方は、まあ、落ち待ちをしていて、落ちてきた時の$60,500ぐらいでちょっと打診で入れていく、で$60,000でちょっと分割で入れていくみたいな感じ、もしくはさっき言いました$62,100を超えていってからロングインをして上の上昇を狙っていくみたいな感じでね、見ておく、どっちかの形がベストかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちら見ていきましょう。行っちゃいます。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。うざ、お願いいたします。お願いいたします。いきます。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が$4,525付近をね推移しているような形になっております。で、この通貨に関してはね、やっぱりこうもう分かりますよね、この$4,628というこのヒゲまで加味した史上最高値がゴンガチガチに効きまくっております。で、ここをやっぱり抜ける、そしてさらに言うと上昇チャンネルの抽選ラインを上にブレイクしてくればロングチャンスという風な形になりますので、短期並びにFX をやる方であれば、やっぱり抽選ラインを超えてからね、ロングインをして$6,500付近での利確、ここは推奨でございますので、そこはまず一つとして意識しておいてください。で、もう一つはこれは午前の配信でも言っておりますけれども、このね、安値をずっと切り上げていっている、上昇の強気のねトレンドラインがございます。はい、サポートラインでございますよね。この上に、押し戻されて落ちてきたら押し目買いのチャンスっていう風に形になります。 OK です。ドルベースで細かくいくならばいいですか、ここ
4300、ちょっと上がってきましたね。90ドル付近が、一応、押し目買いのチャンス値位として、捉えておいてもいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、この値位置ぐらいで差し値を置いておけば、反発狙いでね、もう一回4600ドル付近を狙っていくような流れ、になっていく可能性がありますので、ここは一つね、買いポイントとしてね、捉えておいてもいいんじゃないかなと。OK です。で、もしここを割れ込んでしまったら、4250ドル付近。そしてその下の4170ドル付近ですよね。ここまで落ちてくる、ずるずると落ちてくる可能性がありますので、もし、気になる方は、まあ、どうでございましょう。私、午前の配信でも言ってましたけれども、まあ、下で拾うんであればね、4390ドル。そして、今の値でいくと、4250ドルぐらいでしょうか。で、4170ドルぐらいで、分割でポンポンポンと置いておけば、ある程度反発ポイントとして意識はされていく可能性がありますので、もしね、長期保有目的で持っておきたいという方がいるんであれば、そこの値打ちで買っていって、またさらに落ちてくるんであれば、分割でね、一応、購入をね、しておいてもいいんじゃないかなっていうふうな感じがしております。先ほど見ました、ゴールドマンサックスのね、8000ドル目標価格っていうのがありますので、ちょっと長い目で見てね、現物を仕込んでおいてもいい可能性がありますので、よろしくお願いいたします。で、短期並びに FX 勢は、さっき言った値打ちと、あとは上に上がってきた時のやっぱり抽選ラインを超えていってからのロングインはね、推奨でございますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい。まあ、あまり中途半端なところで入ると、上か下か分かんなくなってしまうので、ちょっと怖いと思いますから、やっぱり抜けるべきラインをはっきり抜ける、もしくは、押し目に落ちてきた時に、パッと購入をね、して反発を狙っていく、みたいな形でね、見ておくのがベストでしょう。よろしくお願いいたします。はい、次いきます。今、日本円で51万6000円あたりをね、推移しているような形になっておりますので、さらなる上昇への期待をね、持っていきたいところでございます。はい、次いきまーす。次はこちら、ポチッとな、いきます。いっちゃいます。皆様の大好きなアレツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。いっちゃいます。はい。立方ちゃんでございますけれども、ただいまの価格が 1.201 ドル付近を推移しております。で、私は 1.22 ドルでロングを入れております。ここは、やっぱりね、なんでかって言いますと、まあ、4時間足レベルで見ていきましょうか。後でね。まずは、日足レベルで見ていくと、MACD 線が一応ね、ゴールデンクロスを起こして、強気相場が続いているよと、強気相場中よという、ことは、これね、指標からも見て取れます。そして、弱気雲のね、上で、一応推移はしておりますので、ちょっとごめんなさいね、矢印が。はい、ありました。はい、ここですね。ちょっといろいろ消すものは消していこうかなと思うんですけど、ここは、まあ、残しておきましょうかね、まだね。ちょっとごめんなさいね。ラインがごちゃごちゃしてますけど、一応弱気雲の上端値が、いいですか、この上昇起点となる弱気雲。はい。1点、どれぐらいでしょう ?4、1点、4ドルぐらいでしょうか ?1.3、あ、ごめんなさい。1.138 ドル付近。うん。ここが弱気雲の上端値になりますから、もしね、今これ右上がりのちょっと短いんですけど、これを割れ込んだ場合ですよ。割れ込んだ場合。うん。ですから、もし割れ込んだ場合ね、まず止まるべきラインっていうのは、1.15 ドル。うん。1.15 ドルを割れ込んでしまうと、先ほど見ました 1.13 ドル。雲の、いわゆる上端値でございますね。はい。雲の上端値。日足レベルの弱気雲の上端値が 1.138 ドルぐらい。で、その下、もし割れ込んでしまった場合は、やっぱり、このね、どうでしょう、1.1 ドルぐらいを目指して下に割れ込んでくる可能性がありますので、そこはね、注意をしておきたいところ。で、どこを割れ込んだらまずいのか。まずはだからここですよね。短期的に、サポートラインが引かれておりますから、このラインをね、やっぱり割れ込んでしまうと、ですから、1.18 ドルを割れ込んでしまうと、ちょっとね、サポートライン割れとなって、先ほど言いましたね、1.15 ドルぐらいまで、もしかしたらズル落ちをね、してくる可能性があるんですけれども、どうですかね、これ、4時間足レベルでも MACD 線はね、右上がりでいい形で、さらに言うと、スウェルがありますので、ここに対するね、期待上げも、やっぱりこう、起こってきてもおかしくないんじゃないかなと思うんですよ。だから、ビットコインが落ちてこなければ、上昇がね、見ていけるんじゃないかなというふうに私自身はね、感じております。で、私が入ったのはなんでかって言いましたら、ここ、とにかく、1.20、まあ、1.2 ドルぐらいですよね。で、4時間足レベルで、陽線つけてね、確定させていってたんですよ。で、ここ、1.22 ドルぐらいで、一応ね、もじもじってしていたので、まあ、一応ね、入れておくかという形で、ここ、サポート 1.2 ドルぐらいで入って反発してきて上にグッと上がってくるんじゃないかと思いまして、ロングインをしました。で、今ね、こう、どうでしょう、0.02 ドルぐらいの損失、1枚あたりね、抱えているような形になっておりますけれども、一応4万枚ぐらいぶち込んでますので、一応1000ドルマイナスぐらいにね、今なっている形、になっております。OK です。ちょっと、今回今ね、勝負のかけどころに来ているかなと、なんとかね、上がっていってほしい次第なんでございますけれども、ここがどうなっていくのか。で、あと一つが、ごめんなさいね、ちょっと見ていきたいんですけど、1時間足レベルではね、
強気雲の上をずっと推移しておりますし、1時間レベルの強気雲がちょうどこのねトレンドの右上がりのライン上にいますから、 1.18 ドルっていうのは落ちてきた時の押し目買いのチャンスとしてはありっちゃありです。これをメンタルマネージャーに言ったんですけど、落ちてきたんですよね、さっきね。なんとメンタルマネージャー差し値を置いておかなかったというね、致命的ミスを犯すというねあの形、反発今してきているのでチャンスよというふうに言っていたんですよ。 1.18 ぐらいで入れていたらいいんじゃないかなというふうに言っていたんですけど、差し値をね置いていなかったので、今ポジションは取っていない状況になっております。 OK でございますか。ですから皆さんはね、一応そこは意識をしておいてください。よろしくお願いします。で、もう一個ちょっと広い範囲で見ていきますけど、2本ね上あるんですよ、斜めのラインっていうのが。ちょっと雲消しますよ。まずはこのね高値を結んだライン、はい、1,2,3 本ありますね、ごめんなさい。このラインっていうのは、あの2017年ぐらいから、高値つけてましたよね。4ドルぐらいつけてましたけども、そこ起点からの高値を結んだラインっていうのがこのなだらかな黒いラインなんですよ。 OK ですね。これを抜けていけばおそらく爆発相場が出てくるんじゃないかっていう感じで、ね、やっぱりいたしております。 1.7 ドルぐらい抜けてくれば結構な強い相場が入ってくるんじゃないか、戻ってくるんじゃないかと。で、あと2本、このね、ライン、このラインは何かって言いますと、これは、ここ4月の高値から結んだ、高値を結んだライン、これは突破してるんですよね。突破しておりました。で、今はちょっと割れ込み気味なんですけど突破していたと。で、あとはここ、うん、このラインですね、このなだらかなラインなんですけど、これは一回落ちてきてからの戻り高値を基準とした高値を結んだラインなんですよね。で、これ分かります？なんでここ押されてんのかなと思った時に、ちょっと4時間足見ますよ。うん、これがもう間違いなく、意識はされていたんじゃないかと。このなだらかなね、戻り高値をの高値を基準とした、ラインっていうのが意識をされていたんじゃないかなと思いますので、このラインを抜けば、つまりドルベースでいくとやっぱりここですよね。 1.27 ドルとかそこら辺をつけていけばバチッとした上げがね想定できますけれども、その直上に 1.29 ドルという、まあ、あのレジスタンスラインの候補となるね、ラインが存在いたしますので、やっぱりここはね上がってきていてもなかなか抜けるのが億劫でという形で、 1.29 ドル付近がちょっと意識はされてくるかなというふうに思っておりますので、そこはね注意をしておいてください。 OK でございますか。よろしくお願いいたしますよ。ですからもう超短期で結構高レバでね仕掛けていく方は、細かいでございますけれども、上がってきた時の 1.29 ドルでの利確、は推奨でございますので、よろしくお願いいたします。まあ私はね一応ね、スウェルの期待上げもありますから 1.3 ドルぐらいで一応ね、利確を半利確ぐらいして、そこからの上にブレイクした後の 1.6 から7ドルぐらいまでの上昇ね見ていきたいなというふうに思っておりましたので、そこでの一応利確をしていこうかなと。本当にこれ調子が良ければねバッチ上げある可能性があるんですけどね、なんとかスウェルに向けてね、期待上げをしていってほしいなという次第でございます。はい、次行きましょう。リップルに関しては悪い値打ちじゃないんですけどね、 1.18 ドルぐらいまで落ちてくるのを待っておいてもいいかもなって感じがねいたしております。はい、次行きます。次はテゾスを見ていきましょう。 XTZ テゾスを見ていきましょう。行きます。はい、テゾスなんでございますけれども、いいですか。ただいまの価格が6.267 ドル付近をね推移しているような形になっております。 OK ですか。で、雲の表示をしましょう。雲、はい、ここ分かりますかね。強気雲の上ずーっと推移していたんですけども、とうとう雲をね下割れしてしまいました。はい、雲を下割れしてしまいました。 OK ですか。ですけれども、一応ね日足レベルで見ていったら分かると思いますけど、このねこの部分ですよね。この部分がある程度下ヒゲをポーンとつけてね、実践として押し戻してくれてますから、やっぱり落ちてきた時の買い支えっていうのは強いかなっていうか、あのことがねこのチャートのこの下ヒゲから読み取れると。で、あとは高値を結んだラインと、 OK ですか、うん、高値を結んだラインと、このね上昇起点となっているラインというふうに言っていいでしょうかね。7月の半ばあたりから作られているこのね上昇トレンドライン、ここを割り込んでいないんですよ、うん、ずっと安値はねこのラインでちゃんとサポートはされてますから、やっぱりこれを意識していた方が今回のフェーズでは多かったのかなと思いますので、これぐらい買い意欲がね強かったということでございます。で、4時間足レベルでも MACD 線がねゴールデンクロスを起こしかけておりますから、こっからグッと上がってくれば MACD 線も調子良きかなで、強気相場継続中よという示唆が出てくるからね、良きかな良きかなと。 OK です。ですから次の上昇の一波に関しては、とにかくこの高値を結んだラインを突破してきてから、うん、高値を結んだラインを突破してきたら結構上が開けてくる感じになります。うん、まず一旦はこのね、4時間足レベルの長期の移動平均線な 6.9 ドル付近が意識はされてくるかなと思いますので、ここでの利確っていうのは推奨。それにしても1枚あたりどうでございましょうか。うんと60円70円ぐらいは取れていけるんじゃないかなと思いますので、テゾスに関してはちょっともうちょっと上、うん、弱気雲を突破してから入った方がいいかもですね。 6.38 ドルぐらいからロングインをしていただいてからの上の、うん、6.95 ドル付近をめがけて、話を進めていく。で、きちんとね半利確もしくは全利確ぐらいして次のフェーズ次の一手を待つという形でもいいかもしれません。で、まあ半利確ぐらいした方であればね、まあどこまで上がってくるんだっていう話でございますけれども、まあ一旦はね、
史上最高値を目指していくんじゃないかなと、だから9ドル付近を目指してバチッと上がってくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここの値位置ではね、期待感を込めていきたいなというふうに思っている次第でございます。 OK でございましょうか。まあそれぐらいでしょうかね。テゾスはね、意外と底堅い印象が強いよっていうのをお伝えさせてください。お願いいたします。で、うん、それぐらいですね。はい、抜けていった場合 0.36 とか、ごめんなさいね、ちょっとごめんなさい、はい、ちょっと細かくはなりますけれども、いきますよ。はい、0.37 とか38ぐらいをつけていってからロングインして7ドル付近を狙っていく。で、抜けた後の史上最高値付近を狙っていく。みたいな感じでね、見ておくのがいいかなという感じがいたしております。まあ、テゾスは地味に、ものすごく強いね、企業、大きなところと提携はしておりますので、まあ、今後のね、期待感を込めて、長期保有目的で持っておいてもいいんじゃないかなっていう風なね、通貨になっておりますので、ここは期待感をね、寄していきたいところでございます。はい、次行きましょう。次は、クワント見ていきましょうか。クワント。うん、上から下に流していきますよ。クワントを見ていきましょう。どこにいるかなということなんでございますけれども、いました、こちら、ポチッとな、行きます、行っちゃいます。はい、クワントなんでございますけれども、いいですか。ただいまの価格が、はい、262ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、一応青いラインは修正をさせていただきました。うん、ヒゲまで加味したところ、まあ実践でここはサポートパチンとされてるんですけど、その後ヒゲまで加味すると1回2回、今3回目に、うん、チャレンジしているんでございます。ですから、この青いラインというのは分割エントリーの場所、つまり今クワントに関しては分割エントリーの買い場所に差し掛かっているっていうのは間違いないでございますので、ここはね、意識をしておいてください。 OK ですか。で、もしここから割れ込んだ場合は、その下の黄色の245ドルで、さらに割れ込んでしまった場合は、そこの下の赤いライン、ちょっと間隔空きますけれども、180ドル付近がね、押し目買いのチャンス値位置として意識はされてくるでしょうから、そこはよろしくお願いします。で、これは強気雲のね、下に差し掛かりまして、とにかく今ここちょっと行きますよ。時間軸的に行くと、11月の8日から、11月の19、20ぐらいまで、20日ぐらいまでは、一応雲がめちゃくちゃ薄いので、ブレイク していくことを、まあ、仕掛けとして、行おうかなと思っている方は、やっぱりこの11月の9日から20日までの間での大きな動き、ここにはやっぱり期待をね、したいところでございます。OK ですか。ですから、まあ、クワントに関しては、今仕込みの通貨、にはなっているよっていうのはね、意識をしておいてください。はい。で、短期並びに FX 勢もある程度仕掛けてもいいんじゃないかなと。で、あとはここね、ボックスレンジをこうね、わかりますね、うようようようってしておりますから、安値はこの262ドルで一定値、高値がある程度ちょっとこう上目線で330ドル付近を、一応ね、上として、売り圧がかかってくる可能性がありますので、ここは注意をねしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい。でも330を抜けていったら353ドルっていうね、またこれレジスタンスラインに、差し掛かってきますので、やっぱり330ドル付近での利確はね推奨でございますので、ここはねよろしくお願いいたします。今の値位置はとにかく短期並びに FX 勢であっても、長期のね購入を考えている方でも、やっぱり、チャンス値位置にあることは間違いないでしょう。よろしくお願いいたします。あとはどうでしょうかね。うん、上がってくるとしたらね、この弱気雲の存在がちょっと嫌な感じもしますけどもね、一旦は280ドルぐらいで押されてくるかなと思いますけども、ビットコインの力強さが出てくればね、勝ち上げがある可能性がありますので、まあこういった形で落ちてきている通貨、またチャンスがねどんどん生まれてくる可能性が ありますからね、ここは注目をしておいてもいいんじゃないかなというふうに思っております。もう今ヒゲまで加味するとどうでしょう、 1,2,3,4,5 回目の底打ちっていう感じがしますからね、ある程度仕込みとしての通貨としての捉えがよろしいでしょう。はい、次行きます。次はシータを見ていきましょう。シータ、行きます。はい、シータなんでございますけれども、いいですか。ただいまの価格が、7.678 ドル付近をね推移しているような状況になっております。で、この通貨に関してはいいですか、強気雲、あ、ごめんなさい、弱気雲のをきちんとブレイクをしました。起点となる場所ですね、上昇の。ですから、これ一応弱気雲の上端値がね、やっぱり割らせたくないマンがいまして、ある程度サポートにはなってくるのかなという感じ。で、あとはシータに関しては、こちらですよね、冷やしレベルのマックD線も右上がりで申し分ない。はい。そして、移動平均線ね、短期のこの青い移動平均線が、長期の赤い移動平均線を下から上にブレイクしてますので、これはやっぱり上昇がね、今期待できるところにあります。OK でございます。で、あとは4時間足レベルで見ていきますけれども、4時間足レベルでこういった形。うん。ちょっと三角持ち合いがね、4時間足レベルでは意識はされているんじゃないか。ちょっと短いですけど入れておきましょうか、一応ね。三角持ち合いが、やっぱり意識はされていくんじゃないか、いるんじゃないかなという感じがいたしますので、これを追加していくとこういった形ですね。はい。ここまで見たら上にブレイクしてるんですよね。で、今、ヒゲで押されてるところを考えますと、ちょうど上端値。この厳しめでつけた場合であれば、三角持ち合いね、一応ここで残しておきましょうか。つけているんですよね。これは意識されていたラインかもですね、やっぱり。この上のヒゲをポーンとつけていったところを見ると、やっぱりこの高値を結んだラインっていうのは意識はされていたのかなと。で、今、上がってくる、それを考えると初動になっておりますので、シーターはちょっとチャンスよということでね、意識をしておきましょうか。上昇していくんであれば、ここ、8.
3ドルぐらいまでの上昇は見ていけるかなというふうに思います。 8.3 ドルぐらいですから、今から70円ぐらいの上昇はね見ていけるんじゃないかなと思いますよ。うまくいけばでございますよ。で、なんで 8.3ドルぐらいなのって言いますと、この右上がりの黒いラインっていうのは見ていただいたら分かるように大幅上昇を起こした起点となる場所なんですよ。で、サポートとしてパチンパチンと効いておりましたし、やっぱりここですよね。ここも右上がりでずっとサポートとして効いていて割れ込んで戻ろうとしたんですけれども、ヒゲで押されてずるっと落ちてきたと。ですからやっぱりこの右上がりのラインっていうのは分かりますよね。直近で見てもヒゲをつけて押されてますから、やっぱり意識はされるところ、裏タッチとして、そういった意味で 3ドル付近での利確、今ぐらいから握っていただいて利確っていうのはおすすめでございますので、ここはねよろしくお願いいたします。日足レベルでも200日の移動平均線超えてますからね。これはちょっと力強さが出てきて跳ね上げがある通貨の一つになっておりますので ね、でも裏タッチでの押されには注意しておいた方がいいかなというふうに思いますから、ある程度全利確をしていって流してもいいんじゃないかなという感じもいたしておりますよ。で、4時間足レベルのMACD線もね、右上がりでゴールデンクロスを起こしかけておりますので、今の値位置言いましょう、ロングチャンスの場所になっているということで認識をしておいてください。はい、そして今日の最後でございますね。今日の最後は柄を見ていきましょうか。柄、ゲーム通貨としてはね、やっぱり注目をされていてもおかしくないんじゃないかなというふうに思いますので、今日の最後柄を見ていきましょう。日足で見ていきましょうかね。で、矢印追加しておきますね。ごめんなさいね。はい。はい、こういった形。いきまーす。はい。ここはもう消しておいていいかなという感じですね。柄なんでございますけれども、ただいまの価格が 0.094 ドル付近をね、推移していると。で、そろそろ来そうよって言っていたのがここだったんですよね。このちょうど高値を結んだラインを突破する、ここで、そろそろ来そうよね、的なことを言っていたら、バチ上げをしていってからの、0.115 ドル付近まではね、上がっていったという感じで、0.118ドルぐらいまでは上がっていったという形にはなっておりますよね。ですから、どうでございましょう。1枚あたり、1.5 倍ぐらいの値打ちは取れていった形にはなりますかね。ですけども、ちょっとオレンジのラインまで上がってくれるんじゃないかなと思ってましたけれども、そこまではいかなかったので、もしかしたらここね、抜け直後に入った方はまだ持っている方がいるかもしれませんから、一応それ前提で話しますと、今 MACD 線右上がりで申し分なしで、4時間足レベルでの MACD 線は右下がりであまり良くないんですけど、いいですか、三角持ち合いの中をね推移しているような形、チャート的にいくと形になっておりますし、出来高もね、そこまでね、減っている感じもしませんから、これね、三角持ち合いが上に、ブレイクしてきたら、結構また強い上昇。もう一発、この高値。つまり、いいですか ?0.118 ドル付近をもう一回狙っていくようなね、形になってくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、そこに対する期待感を持っていきましょう。で、もう一つが下に割れた時。でも、割れた時と言っても、この長期の移動平均線がね、ちょうどこのサポートライン上にあるんですよ。ですから、ある程度、底堅い感じはするんじゃないかなと。でも、逆に言うと割れた時は、0.08 ドルぐらいまで、この青いラインぐらいまで、ズル落ちをしてくる可能性がね、これちょっとありますから、そこは注意。あ、でもその前段階で一回止まりそうですね。0.087 ドルぐらいで、まあ止まる可能性がありますので、ですからここね、サポートラインを割れ込んだら 0.087 ドル付近。で、ここもさらに割れ込んでしまうと 0.08 ドル付近がある程度買い支えの分割エントリー場所になっているんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはね、意識のほどよろしくお願いします。まあ今はね、ごめんなさい。4時間足レベルで見ていった時の雲の過端値がなんとか強気雲の過端値の中に突入してるんですけど、過端値がさ、支えになっておりますからね。ここをやっぱり割れ込むと下をもう一回チャレンジしてきて割れるか割れないかの攻防が始まると。で、上に向かっていった時は、ブレイクした暁にはね、この市場最高値の 0.018 ドル付近。ないしはこのね、強気雲の上端値っていうのも意識されるでしょうから、 0.1 ドルぐらいで3分の1利確ぐらいで 0.118 ドルぐらいで、ある程度全部流していくみたいな感じで、見ておいてもいいんじゃないかなと。で、必ず押されてくるかな、一発抜きはないと思いますので、押されてきた時の押し目でもう一回購入をして、次の上昇でオレンジのラインを突破していくっていうのがね、理想形でございますので、ここはねよろしくお願いいたします。まあとにかく今柄に関しては三角持ち合いを作っているので、上にブレイクしてきたらチャンス通貨になりますよっていうのは意識をお願いいたします。はい、それではね、本日の第2部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様の数がなんといきますよ。なんと980016名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。5年の配信からなんと7名ほどの方がね、登録をしていただきまして、本当にありがとうございます。今後ともですね、皆様の高評価であるとかバッドボタンでも全然構いません。あとはね、コメントとお待ちしております。コメントに関しては、返しました。すべてね、返信済みでございますので、ここはねチェックしていただければ楽しめるんじゃないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。そして初めて聞かれた方であれば、ぜひともね、チャンネル登録のボタンをポチッと押していただければ、私のね喋る糧になりますので、ここもね重ねでございますけれども、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第2部の配信以上となります。明日またね、昼ぐらいには第1部の配信をね、滞りなくやっていきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。それではおやすみなさい。